はい、こんにちは。今日はですね、メルセデスベンツの SLK230 コンプレッサーのご紹介をしていきたいと思います。まずですね、この SLK、1997年に確かデビューした車だと思うんですけれども、何を隠そうですね、私がこの車を、この同じタイプの車のブルーだったんですけど、ほとんど新古車の状態で車を買いましてですね、6年間ほど毎日のようにこう乗った、思い入れのある車であります。ですから、これインプレッション自体をですね、させていただくにあたっては非常にですね、細かいところまでこの車のいいところ悪いところをですね、お話しできるんじゃないかなというふうに思っております。まずですね、この SLK、 今現在もですね SLK という車種というのは今も生産されているんですけども、かなり今大きくなってるんですよね。車体自体が、車格自体がですね。で、前から見るとSL と何ら変わらないようなこう存在感というか、そういうものを持ってるんですけれども、この時代のですね SLK というのは非常にコンパクトで、本当に入門編としてですね、メルセデスベンツを一番最初に乗るとか、価格もですね非常にこなれてきているので、免許を取って最初の車でちょっと普通じゃ嫌だよねっていう方もですね、選んでいただけていいんじゃないかなと思えるような車になっております。で、この赤の色目なんですけれども、なかなかですね大きな車、ベンツでも、E クラスとかS クラスとか、そういった車だとこの赤ってないと思うんですよね。でやはりこのコンパクトな、SLK ならではのですね、このカラーリングっていうのも魅力じゃないかなと思います。特にですね、私はブルーに乗ってたんですけど、こういうソリッドのブルーとか赤とか黄色というのが非常にこう色映えするような、車種ではないかなというふうに思っております。あと外装内装をですね、ご説明していきたいと思います。まずですね、この外装なんですけれども、おそらくですね、画像や動画等で見ていただけるとですね、大体写真なんかでは細かいところがなかなか見えづらいところがあるので、マイナス点も含めてですねお話を進めていきたいなというふうに思っております。で全体的に見てですね、プロの目から見てこの車の状態、価格から見た時のですね、塗装の状態というのは非常にいい状態というふうなことが、結論から申し上げるんですけれども、ぐるっとですね、周り見ながらお話を進めていきたいなというふうに思っております。まずこのボンネットの状態とかを見ていただけると分かるんですけれども、塗装のですね塗面の剥げとか、あと色あせとかですね、そういった状況も全く出ておりません。とこのホイールもですね、純正のホイールなんですけれども、ホイールのガリ傷なんかもですね、ほとんど、目立つものはないと思っていただいたらよろしいかと思います。で横の方に回ってきていただいて、その車がですね大事に乗られたかどうかっていうのの一つの指標としてですね、こういうクーペの場合っていうのはドアがポコッと大きく開くじゃないですか。でこの部分なんかがですね結構ねボコッと当てることが多いんですけど、これもゼロではないんですけど、この車はですね、この年式にしては非常に綺麗になっておりますので、特に気になる面というのもないんじゃないかなと思います。で一箇所ですね、こちらにタッチペイントをした跡が一箇所ありますね。これもですね、あんまり目立つものではないんですけど、他は結構綺麗なので気になる方はですね、この辺の塗装なんかもご検討いただければいいんじゃないかなと思います。あと後ろの方に回っていきまして、塗装の状態はですね前と変わらず非常にいいんですけれども、こちらのですね、SLK でおそらくこの先に1回あるんじゃないかなと思うのがですね、右と左のどちらかがですねブレーキランプがよく切れるんですね、この車は。で切れた時っていうのはこれごと変えるとすごく金額が高くつきます。で、そういった症状の車も非常に多いこともあって、このリアのですねテールを社外品の LED にのタイプに変えるっていう方も結構いらっしゃいます。お客様でもですね、弊社のお客様でもその話をさせていただいたら、この納車時にですね、悪くなってないんだけれども右も左もですね LED に変えられたって方もいらっしゃいました。だいたい両方で3万円ぐらい見といていただければ、変えれるんじゃないかなと思います。
で横の方に回ってきていきまして、こちらもですね、マイナス点というのは向こうと同じくですね、ほとんどございませんのでいいんじゃないかなと思います。とここはですね、ポールがついております。このポールがですね、最初からポコッとついてるとちょっとみっともないんですけど、これボタン一つでですね、上に上がったり下がったりとかしますので、特に女性の初心者の方であったりとか、まあ、そういう方がですね、この車を乗るっていう時に前がちょっと長いですよね。で後ろがポンとこう切れてるような感じなので、前が長いのでちょっと運転する時に全体的な車格自体はちっちゃいんですけど、ちょっと不安に思われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。でその時にですね、狭い道なんかでここが1個あると大変心強いというふうなことがありますので、ぜひですね、その辺も含めてご検討いただければと思います。あと内装にちょっと入っていきたいと思うんですけど、この内装は結構大きなポイントでして、こちらはですね、ファブリックシートになっております。でこれレザーシートの使用ももちろんあるんですけれども、このファブリックシートの結構このタイプのファブリックシートでいいのは、レザーシートで、シートヒーターがついているというパターンは結構あるんですけど、このファブリックシートでシートヒーターがついている車って案外少ないんですね。でこの車はそれがついております。でこのシートヒーターが非常に強烈なので、真冬でもですね、座面とこの背中があったかかったら開けといても全然問題ないです。ですからこの車で先ほどもこの車でですね、こうオープンにできない時期っていうのは真夏か冬の雨の日かですね、雪の日かぐらいが、まあ、使えないかなという感じになっております。で、ポイントとしてですね、あとこれ内装のこちらのですね、塗装の部分っていうんですかね、この内装の部分がですね、結構この車って剥げるんですね。実はこの車は弊社が一度お客様に販売をした後にまた車の買い取りという形で戻ってきている車なんですけど、この内装はですね、その時にやり直しております。数年前になるんですけど、これここ真っ黒になっている車も非常に多いです。なのでここをきちんとまた直そうと思うと、それなりにまた予算がかかったりとかするので、もちろんですね、塗ったその時の状態を今保ってるというほどではないんですけど、おそらく気になるような程度ではないかなと思います。おそらく SLK を全国でいろいろインターネット等で調べられていただくとですね、ここがそのまま剥げた状態のまま販売されている車が非常に多いですね。でそういう中でもこの車は大変綺麗な状態を保っておりますので、まあ、そのあたりはですね、ポイントの一つとして、検討いただけるんじゃないかなというふうに思います。でシートのですね、もうこれも見ての通りなんですけど、この辺の潰れとかですね、そういったものもありませんので、清潔感ある状態を保っておりますので、買っていただいてですね、大変こう満足度が高いお車になるんじゃないかなと思います。価格的にもですね、非常に下取りということで、頑張らせていただいておりますので、ぜひですね、この機会にご検討いただければと思います。それではですね、動画を実際にこれ走って、いるところをですね、最後見ていただいて、終わりたいと思います。